久保さん、久保さん、現代の隠居ですか。現代の隠居。今日もね、朝ね、久保さん、車買いたいっていう人から連絡があって、結構ね、インスタでもう5、6件来てんですよ。インスタで2回ぐらい投稿したのかな。で、かぶせで今さっきちょっとインスタに投稿したんですけど、要はちょっと対応がめんどくさいんで、コピーしっかり書いておきました。コピーそう、大体まあそのまあ業者さんから来るんですけど、安く買いたいっていう感じなんで、まあ、安く売らねえよって話で、その価値ですよね。この車の価値を理解してくれる人みたいな感じで、まあ、コピー書いたんですけど、うん、なんだろうな、まあ、僕はその売るっていうことすら使ってるし、あとね、インスタのメッセージでコメントにね、後悔はないですかみたいな。でも後悔はないんですよ。でも後悔はないんだけども、あ、後悔しちゃうんじゃないんですかっていう市場のニーズがあるんだっていうことが僕は分かったんで、僕後悔ないほど乗ったんで、まあ後悔はないですよっていうふうに書いたんだけども、もうもし売れたらね、あーみたいなスクショでね、GTR34 を手放して後悔したことっていう動画撮れるなっていう、何を後悔したんだみたいなねそう、やっぱり売らなきゃよかったじゃんみたいなね、思わせるっていう、まあ心の中では全然後悔はないんだけどまあ市場のニーズがあるわけですから、まあ、何かっていうとやっぱ使うってことですね。後悔したことですら使う、後悔を後悔のままで終わらすんじゃなくて、後悔したことですら使う、そして自分の糧としていくっていうことが大事なんじゃないかなと思いますね。だからその人生の差って、まあ、久保さんが見ている情報がじゃあその当時特別だったのかっていうわけではなく、多分そのね、ネオヒルズが一世風靡した時っていうのは、まあすげえテレビ番組からもね電話結構来たんですよ、会社に。 TBS さんが多かったような気がするんですけどね、ブログ見ましたとかいろいろ来てまして会社にもね、テレビ局2、3回来たと思いますけどすごかったですね、あの時。だ、多くの人が見てたんですよ、知ってたし。だ、久保さんがなんか特別な情報を見たわけでもなく、結局それを見て久保さんもそこから学んで使って今があるってことです。あの時ね、久保さんも言ってましたけども、なんだろうな、なんだ、まあ結局なんかちょろいなみたいなね、こんなレベルかみたいなね、まあ結局みんなやんないんで、うん、まあやればいいのになと思うんですけどね。そう、だからなんだろうな、まあ正直、まあ久保さんと僕はもうなんだ、まあ横展開もできるし深掘りもできるし、本当に花を見ても文章書けるし、花を見てもね喋れるし、なんだ、何してもコンテンツになるんですよね。そう、だからなんか生きてる、まあ人生が全てコンテンツみたいな、人生そのものがコンテンツみたいな話ですね。生き様がコンテンツみたいな、生き様がもう本になってて、まあ何やっても使えますね。何やっても売れなくても使えるし、売れても使えるし、売ることも使えるし、売れた後の後悔も使えるし、売れた後その後吉谷はどんな車買ったのかっていうのも使えるし、もう全て使えますね。まあ今日ね、キャンペーンやってるんですけど、またこれもね、まあ390円ですから、まあ売れてますよ、朝からバン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 、はい、寝てたんですけど注文入ってましたけど、まあ、今日限定なんでね、うん、今日だけですね。から差し歯、この差し歯が抜けたっていうことも僕は使ってますから、久保さん差し歯が抜けて飲み込んじゃいましたキャンペーンってどんなキャンペーンやねんって話なんですけど、まあそんな感じですだから結構ね、まあピンチをチャンスに変えるとかも、結局そのピンチをチャンスに変えるやり方を知っているのか、もしくはやり方を知っていてもそれを実際に実体験でやってきて、あ、
こういうことはこうなんだっていう、あ、これはこういうことが学べるんだとか、これはこういうことでその使えるんだとかね、まあ、結局知ることも大事ですし、知ることも大事なんだけど、やってないと再現性がないし、まあ、サシバを飲み込む再現性はしたくないですけどね、もう。だから逆に言うと、まあ、普通に考えてもわかるんですけど、わざわざね、サシバをね、これブログにも書いたんですけど、わざわざサシバをね、ペンチで抜いてね、で、飲み込んでね、で、10万ぐらいするサシバを飲み込んでね、キャンペーンやりますみたいなバカなやついないじゃないですか。つまり、今回のキャンペーンっていうのは、まあその希少性を出せるわけですよ。まあ一生に一度あるかないかですよっていう。普通に考えてもサシバをね、本当にペンチで本当抜いて飲み込む、そんなやついないですよ、多分いない。だからそれを使うみたいな、その希少性を使う、もうたまたま本当にサシバが取れて飲み込んじゃったっていう、この一生に一度あるかないかのこの偶然を希少性に変えていくっていう。だからこのキャンペーンっていうのはもうやらないよと、もうやるとやれないよねと、やりたいですかみたいな、あなただったらやりたいですか、サシバをね、わざわざペンチで抜いて飲みたいですかと。飲みたくないですよねと。いや、僕ももう今後こんなキャンペーンやりたくないし、みたいな希少性ですよね。そう。まあ、勉強して、使ってやって、体験して、また失敗して、いろんなことやって、まあ、今の久保さんがあるんじゃないかなと思います。うん。そう。ちょっと腕が痛いですね。手持ちは。まあ、あっという間に10月も終わりますよ。あっという間に。そして11月、12月、もうクリスマスですよ、久保さん。早いですね。ジングルベール、ジングルベール、鈴が鳴る、言うてる場合かーっていうね。言うてる場合かですよ。言うてる場合かですね。いってらっしゃい。